キンプリヘイヤー仕様の歌詞ミス、陰謀論の歌中に揺れるその意図。キンプリヘイヤー仕様、歌詞ミスに秘められた真相意図と陰謀論の渦。キンプリ、キングプリンスの一員であるヘイヤー仕様が、彼自身のデビュー曲である CDDV30 周年歌うぞ。一位の曲だけフェスで歌詞をミスする出来事が話題となっている。 一見すると、些細なミスかもしれないが、彼の熱狂的なファンを困惑させ、陰謀論の渦を巻き起こしている。4月3日、TBSK の音楽特番において、平野耀は、サビ前のソロパートにおいて、歌詞を間違えた。歌詞、長い階段駆け上がって、人並みに消える、を、駆け上ってから、と歌った彼の行為は、 彼のファンだけでなく、一部の視聴者の興味を引く結果となった。なぜなら、この曲は彼にとって思い入れの深い楽曲であり、自身の出演ドラマの主題歌でもあるからだ。この歌詞ミスによって、ファンの間には疑念の声が広がっている。一部のファンは、この歌詞ミスに何か隠された意味があるのではないかと考えている。例えば、駆け上って、が、 駆け上って、に変わったことで何かメッセージが込められているのではないかという疑念が生まれたのである。このようなファンの疑念は過去の出来事にも根ざしている。2020年には別の歌番組においても平野潮は歌詞を間違えており、その際にもメンバーや観客の微笑ましいリアクションとともに彼自身の謝罪が見られた。 さらに、彼の配信ライブや過去の音楽番組出演でも歌詞のミスが目立ったことがある。これらの出来事から、彼の歌詞ミスが単なるミスではなく、意図的な変化である可能性を考える人々が増えている。一方で、芸能記者の指摘によれば、平野仕様はこれまで歌詞のミスだけでなく、意図的な変化も披露してきたという。 彼の行動は、ある種のエンターテインメントとしての意味を持っているのかもしれない。例えば、2020年の出来事では、歌詞ミスに対して謝罪の言葉を述べる一方で、そのミスを笑いに変える余裕も見せていた。これにより、ファンや視聴者とのコミュニケーションをとる一環として、彼自身の個性的なアプローチを見せているのかもしれない。 そして、陰謀論が巻き起こる背景には、平野市要の脱退退場まで2ヶ月を切った状況が影響している可能性もある。彼のハーバスな状態や未来への不安が、彼の行動に影響を与えている可能性は否定できない。そのため、ファンが彼の行動に対して疑問を抱くことは、彼の未来に対する思いや、ファンとの絆への思いが深く関わっているのかもしれない。 キンプリヘイヤ使用のカシミス事件は、一見すると些細な出来事かもしれないが、その背後には彼自身の個性やファンとの関係性、そして未来への思いが影響している可能性がある。彼の行動には真相意図が秘められているのかもしれず、陰謀論が生まれる一因となっていることも考えられる。 その一方で、彼の行動は単なるミスやエンターテインメントの一環として捉えることもできるだろう。彼の今後の活動に注目が集まる中、ファンとの絆がいかに深いものなのか、彼自身の意図がいかに多様な解釈を許すものなのか、その魅力的な一面が浮き彫りとなっている。